水晶城は、秋国佐、西郷林市内にあった、日本の城。この城の故障である、水晶城は、後にこの城地周辺から水晶が算出されたために、名付けられたとされ、文献では、赤道本城もしくは赤道新城の故障があった、ことが伺える。故障については、広島県埋蔵文化財調査センター、山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財、 発掘調査報告で、本城、新城ともに水晶城を指し示すと判断したが、広島市歴史科学教育事業団のアリー城石発掘調査報告では、赤道本城をアリー城とし、赤道新城が現在の水晶城と結論付けている。標高132メートルの山の頂上部を主角とし、 麓に向かって車を配置した連隔式山城であるが特徴としてその山全体に車や掘り切りを配置していることが挙げられる。その上域は非常に広く多くの兵士が駐屯できるようになっていた。立地的には眼下に山陽道を見下ろす交通の要衝であった。平安時代末期、自称、樹衛の乱の頃には源氏に味方していた。 佐々木邦政が上司となり、この城にこもって、兵士に抵抗したとされる。時代はくって、戦国時代になると、この秋西部に勢力を伸ばしていた、双王国の戦国大名、大内氏の勢力下に入り、五島菅主への当主、藤原沖地下が、栄昇五年に、京都で死去すると、大内義雄は、五島菅主への所領を接収、永正十五年に、 大内氏の重臣であった杉、海守が水晶城の女王番となった。しかし、大英三年五福島菅主家の一族である、友田京富寺が菅主家の家督を相続できなかったことに不満を持ち、謀反を起こした。京富寺は水晶城を攻撃し、城を捨てて逃走した杉、海守を撃ち取った。乱の鎮圧後、水晶城には改めて、 麻生鎮里が常磐として入場し、その周辺の支配に当たった。しかし、天文23年に、秋国の戦国大名、毛利元成と大内氏の実権を握っていた、東春方が敵対すると、毛利軍は水晶城を攻撃し、麻生鎮里は降伏した。毛利氏の支配が確定的となると、この水晶城よりも海に面した桜尾城が、 重要視されるようになり、また、城の規模が巨大すぎて、多くの人員が確保できないと容易に落城するという、マイナス面も考慮され、この水症状も廃城となったと思われる。ありがとうございます。